建築士独学道場です。日々の学習、お疲れ様です。時には、思うように、学習が進まないこともあります。人間なので、仕方ありません。受験生の心の支えになれるかもしれない。という思いで、この名言集を作成しました。 寝ながらでも聞けますので必要なときに聞いてください夢は逃げない逃げるのはいつも自分だ成功するところまで続ければそれは成功になる。 障害は不便です。でも不幸ではありません。できるというより、できないという方が難しい。できないと言い切るためには、あらゆる可能性を探さなければならないからだ。 絶望的な状況というものはない。人が状況に対して絶望的になるだけだ。日本人には、内なる強さがある。あなたが力を取り戻すまで、私は歌い続ける。 物事を、あるがままの姿で受け入れよ。起こったことを受け入れることが、不幸な結果を克服する第一歩である。強敵がいなくなれば、こちらの力も弱くなる。 昨日から学び、今日を行き明日へ期待しよう困難は人を落胆させるものではなく決然と奮起させるものである今回は これで以上です。一つでも受験生の心に響けば幸いです。合格目指して頑張りましょう。